皆さんこんにちは、ママジョイチエコです。今日はコンドームをつけていてもかかることがある性感染症をご紹介していきます。コンドームをつけていたらかからないんじゃないのと思ったあなた、もちろん性感染症予防の基本はコンドームの着用です。ただしコンドームを着用していてもかかる性感染症もあるんです。もしあなたが彼氏とのセックスでは必ずコンドームを着用していたはずなのに外陰部に違和感を感じるなどといった場合には、性感染症であることも考えて産婦人科を受診してみてくださいね。今日はなぜ感染するのか、どうすればいいのか、具体的にかかる感染症はどんなものか、また最後にはコンドームの正しい付け方について解説していきます。なぜコンドームを着用しても性感染症にかかってしまうのでしょうか。その理由は、口や喉に感染しているウイルスがオーラルセックスによって性器に感染してしまうものや、コンドームで覆いきれない、例えば肛門であったりとかお尻であったり太ももなんかですね、そういったところの病変に接触してしまうことで感染するものがあるからです。コンドームの着用に意味がないわけではありません。主に血液や精液、膣分泌液などに病原体が含まれるもの、例えば HIV、クラミジア、トリコモナスなどですね。こういったものの場合はコンドームを着用することで血液や精液、膣分泌液などの体液を介する感染を予防することができます。しかしながら、性器以外の場所に発症した病変から感染するタイプのものもあるんですね。具体的には、例えばクラミジア感染症やリンキン感染症は性器にも感染しますが、咽頭、喉のことですね、ここにも感染することが知られています。そのため、オーラルセックスで感染してしまうリスクがあります。女性の性感染症の中ではクラミジア感染症が最も多いとされていますし、不妊症の原因にもなるので注意が必要ですね。続いて、性器ヘルペスについても感染することがあります。性器ヘルペスは単純ヘルペスウイルス1型と2型が原因なのですが、これらのウイルスは口唇ヘルペスの原因にもなります。そのため、口唇に症状が出ている場合にはオーラルセックスで感染するリスクがありますし、性器であってもコンドームで覆われない部分であったり、外陰部の表面とか肛門、お尻といった部位の病変に接触して感染することがありますね。コンドームで覆われない部分からの感染としては、尖形コンジローマっていうのもあります。尖形コンジローマは肛門やお尻、太ももなどにできものができるっていうようなものなんですけれども、こういったところに接触することで感染するリスクがあります。膣トリコモナス症については、性交渉のしたことがない女性であったり子供にも感染することが知られていて、これは下着やバスタオルが感染経路になることがあるからであるとされています。膣カンジダ症は性感染症にも分類されたりしますが、カンジダ自体は健康な女性であっても皮膚や口の中、消化管や膣の中にもともと持っていったりします。常在菌と言われるものですね。このため、性的接触による感染ということはあまり考えなくてもいいかもしれませんね。梅毒については、キスなどの口腔粘膜の接触でも感染するケースがあります。例えば、同じ食器を使ったからといって感染するというわけではないですので、そこはご安心ください。ケジラミは陰毛にいますので、陰毛同士の接触で簡単に感染してしまいます。ここまでコンドームをつけていても感染する、そういった性交渉についてご紹介してきましたが、精液や膣分泌液、血液を介しての感染についての予防効果はとっても大きいですね。コンドームにはちゃんと効果があります。ケジラミ以外は精液や膣分泌液、血液を介して感染することがありますので、こういった感染を防ぐという意味ではコンドームの着用が非常に重要と言えますね。
あるアメリカの報告によると、性病に感染した女性のパートナーに対して調査をしたところ、約 20% はセックスの時にコンドームを着用していたのに感染していたっていう結果があったりします。ですので、コンドームについて過信しすぎるのは禁物かと思います。はい、ですが、性感染症予防の基本はコンドームです。コンドームの正しい付け方についてポイントを5つご紹介していきますね。まずは、射精の直前にコンドームをつけるのではなく、ペニスを挿入する前の段階、理想を言えば性器同士が触れ合う前の勃起した状態のペニスにつけることが望ましいです。男性のペニスは射精前にカウパーセン液、いわゆる我慢汁と言われるアルカリ性の成分が出てきますね。この我慢汁にもわずかながら精液が混じっていると言われていますので、コンドームを着用せずにペニスを挿入すると、射精していなくても精液に含まれているウイルスや菌が女性に感染してしまうということがあるんですね。続いて、コンドームを適切に保管するということです。日本国内のメーカーが生産するコンドームは薄くて丈夫で破れることはほとんどないとされていますが、注意しなければいけない点がいくつかあります。コンドームの材質は直射日光や蛍光灯の紫外線で品質が劣化してしまうというふうに言われていますので、保管場所を誤ると破れてしまう可能性があります。袋からコンドームを取り出すときに無造作に破ると、爪を引っ掛けたりしてコンドームに傷をつけてしまうことがあります。袋から取り出すときにはコンドームを傷つけないように注意して、慎重に開けるようにしましょう。装着するときの注意点ですね。コンドームの先端には精液を貯めるために小さな突起状の空間があります。ここに空気が入っているとセックスの最中に破れてしまうことがあります。コンドームを装着するときには、この先端部分を指でつまんで空気を抜くように心がけましょう。また装着のときに陰毛を根元のところに巻き込んでしまうこともセックスの最中に破れてしまう原因となりますので注意が必要です。1枚だけ持ちるようにしましょう。万全を期してコンドームを二重につけるなどすると、これは裏目に出る確率が高いですね。2枚が擦れ合うことで破れる危険性がかえって高まってしまうと言われていますので、注意してみましょう。射精後にはペニスが大きいうちに抜くようにしましょう。射精後のペニスは短時間のうちに縮んでいきます。ペニスをそのまま挿入した状態でぐったりしていると、コンドームが抜け落ちてしまったり、精液が漏れ出てしまう原因となります。セックスの後の余韻を楽しみたいっていう気持ちもわかりますが、ペニスがまだ大きいうちにコンドームの根元をしっかりと押さえてペニスを抜くようにすると良いでしょう。はい、ということで、今日はコンドームを装着していても感染してしまう性感染症についてお話ししてきました。コンドームを装着していても感染するリスクがあるからといって、コンドームを装着しないというのであれば、全くもってそういったウイルスやバイ菌に無防備な状態になってしまいますので、コンドームはしっかりと装着して、性感染症をみんなで予防していけるといいですね。ママジョイチエコチャンネルでは、すべての女性に美と健康をということをテーマに、様々な情報を配信していきますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。